はい。じゃあ、今回も、シートの検証の方をしていこうかと思います、えー。添削動画になります。よろしくお願いします。まず1枚目なんですけども、今日1時間を見ています。140円台に乗ったので、レンジを見据えながら、まだ4時間足、デイリーも上昇トレンドなので、倍も意識していこうと思います。ということになっています。えー、この140円というのはね、多くの投資家さんが、あの、140円についになったかって意識するところなんですよ。 まああの何て言いますか本当に心理の問題なんですけども特にねドル円で日本で取引してる方って139円台、ね、それと140円台に、まあ、大きな隔たりを感じるんですよねまあ隔たりという言い方が適当じゃなかったら達成感ですかもうそろそろかなって思い出すってことなんですよ実際私ももうそろそろかなと思ってるんですけどもこれはですね他のトレーダーさんももうそろそろかなと思ってるだろうなってことを考えてもうそろそろだなって思ってるところもあるんですよね ちょっとややこしい言い方になりますけども、やっぱこう切り板っていうのがありますよね。今ご覧になってるこういったマス目も切り板なんですけども、こうやってマス目があるじゃないですか。ここも切り板なんですよね。だからマス目のところのこういった価格ってのは多くの投資家さんが意識するところ、もしくは予約決済をする人っていうのは大半がこの切り板で予約をしますからね。138円の500とか550とか、そんな感じです。ですんで、 やっぱり人の心理が被さるところではこちらの方もねそれを見据えていかないといけないかなっていうところですで今回は140円台に乗ったんでもしかしたらねあの125とか126円の方でエントリーした方が140円を目指して決済を始めるもしくは決済を実際にしているところが見えてくれるんじゃないかなというところをね織り込んでいかないといけないかなっていうところですまあこれねほんとテクニカルっていうよりもファンダメンタルに近いんですけどもうん やっぱねテクニカルといえどもファンダメンタルを全くゼロで考えることはないんですよね例えば材料が入っている時ってテクニカルをやめるじゃないですかそれはファンダメンタルに意識を持っていってるってことなんで完全にファンダメンタルを無視してるってことはないんですよそのうちの一つとしてこの切り板に来た時って投資家さんの心理状態どうなるのかなっていうふうなことがテクニカルの このね、フォーメーションに反映されてるってことを考えたらやっぱり140円ってのはね格別な意味を持った方がいいかなと思うんですよ。はい、というところでね138円から139円に来た時と139円から140円に来た時っていうのは全くフェーズが変わってくる投資家さんの心理が変わってくることをちょっとここでは確認しておきましょうその他ねレジサポラインとかあのゾーンっていうのはそんなにもう大きく修正するところはもうもはやありませんのでね特に言うことないかなと思いますね はい、じゃあこれはこのぐらいにしていきましょうか1枚目はねで2枚目ですはいえー、あ一1枚目でね解説してほしいところがありましたらちょっと解説不足ですってことでお伝えいただければ幸いですで2枚目の冷やしですけども、えー、実はポイントはねこことここなんでしょうねやっぱねここも意識する点になると思いますこういったところねここもちょっとねやっぱりこう今更ですけども線を引いておきたいところかなと 要するにここを突き破らなければこういうふうなレンジができていたってことが考えあれレンジができていたってことが考えられるわけですよねこういうふうなレンジがねまあ抜けたんでここの線っていうのはまあ通過点になっただけにとどまるんですけどねうんえとこの赤い線は何ですかねちょっとこれは私の方から解説を求めたいところですけどもこの赤い線は何でしょうかここら辺までは行くだろうっていうことですかね ちょっと情報がないんで分かりませんこれはすいません赤い線については何だったのかがもしね意味があるようでしたらちょっと教えていただければと思いますうーんまあでも140円ね140円にいっちゃうと倍でエントリーしていた方の数も減るんじゃないかなというふうな気がしますけどね、はい、じゃあこのぐらいにしときましょうここはね で最後3枚目になります4時間で W を描いてるところですけども、まあ、これはまさに、うんまあ、右辺が強いっていうことでいいんではなかろうかと思いますけどね4時間ね、うん、あの週足で見た時の W とはちょっと違うんですけどもこれもまあ理屈としてては似てるんですよまずは天井がここに最初にできるわけですよね。 それととちょっとずれてますけども似たようなところにもう一個天井ができてで下のこの折れ曲がったところっていうのは切り上がってきていますからここを超えたらちょっと強めに上に行くんじゃないかなって考える、まあ、そういった視点でこの伸びを見ていく時にここをまさに突き破ったわけですから大きな陽線が出るはずだよねと思いながらあとは下ひげが随分出てるのは上昇の勢いがあって。 下落の勢いがあんまりないってことを示してますよね。はい。まあこの図のうん W の書き方もまさにその通りじゃないかなと思いますね。まあしばらく上昇トレンドまだ続くと思うんですけども、あくまでも4時間でね、4時間とか1時間では続くと思いますけども、多分ね、冷やしとかはこの辺で一段落つくんじゃないかなと思いますね、週足も、うん。まあそれが本当に多分がどうなるのかってことを見ながら。 ちょっとロットを落としてもしくはデモトレードに戻してね、あのー、俯瞰して値、ね、動きを見ていこうかなっていうのがこの金曜日とそして週が明けてからの慎重になるべき29から6月の2日までの月末月賞をまたぐそんな1週間へのこ心積もりでございますそれでは今回は以上です